この辺りがサルドニカの中でも比較的古い区画です。ふむ、なるほど。この辺りは空気が落ち着いておるの。ああ、想像しくない穏やかな気が流れているな。俺はそういうのはよくわからん。ちょっと何この音、私苦手だ。勘弁してよ。これはガラスが擦れる音ですね。ここではガラスを扱っていますから、よくあることです。フェデリーカはこの音平気なの？慣れてはいますけど、さすがに平気ではないです。昔から頻繁に聞く音ではあるんですが、あまり平行さん、やはり聞いても少し嫌いですね。お前たちは一体何を騒いでいるんだ？3人はこの音聞いても何ともないの。何が辛いんだ？この音は多少気にはなるが、だからなんだという程度のものだな。おそらく我らは人間たちとは違う部分があるんじゃろう。我らも全然平気じゃ。音が止んだぞ。助かった。こういうことが頻繁にあるようだとちょっと来づらいな。私のように慣れればなんとかなりますので、そう言わずによろしくお願いします。まあ善処するよ。慣れてるフェデリーカはともかく、アンペルさんも平気なんだよね。ひょっとしたらオーレン族の血が混じっているのが影響してるのかもな。いずこへ向かうのじゃ？紹介もこの島が現れてから交易に影響が出てるの。なんとかしなくちゃ。While I'm back away. Order.Whose treasure? That's a god. Let me try this one. Hmm. 入れる場所は入れる場所はどこに入れよう。うん。入れる場所は入れる場所は入れる場所は材料は。入れる場所、材料はどこに入れよう。いい感じじゃない？よし、行け！And let the building begin. Because I wanna plant some seeds, man.I want to plant some seeds. It's just the six of them.
Okay. Add adjust quality and trace of gathered item. どこに入れよう。入れる場所は、材料は、入れる場所は何入れようかな。材料は。入れる場所は、入れる場所は、どこに入れよう。よし、行け。This is crop quality. What? Can I just start planting them seeds already? Kumori は過ごしやすくていい。このまま持ってくれればの話だが。Hey.Wait, only four? Excuse me. Excuse me.何入れようかな。入れる場所は、何入れようかな。材料は、材料は、入れる場所は、よし、行け。I'm pretty sure I'm doing an extension, right? Excuse me, game. Still only four.勝手知ったる風剣刀も大人になって見返すと発見もあるよね。物理的に新しい島も発見したしな。それもそうだ。あ、発見。
Last one. Daichi no megumi jana?帰りなさい。さてさて、何を持って帰ってきたかな。Level 34。さてと、何をしよう。さあ、召し上がれ。いってらっしゃい。気をつけてね。あ、帰ってきてる。さてと、何をしよう。さてと、何をしよう。冒険楽しんでくるのよ。どこに行こうかな。案内が必要ならいつでも言ってくれよ。面白いとこたくさん知ってるからな。とりあえず一休みだね。いつまで休もうかな。はい、疲れが取れました。ここがいいな。何年かこの地に腰を下ろし、じっくりと調べてみたいものだ。Wait, I'm supposed to. I just remember that I'm supposed to duplicate keys. Just like that, we're back into the underworld. Again.前に誰か言ってたよね。こんな行き来が当たり前になったら、もう地続きみたいなものだって。私たちは転移でここまで来るから、余計に近く感じてるんだろうね。まだまだ考えに浸るには早いぞ。I just noticed.ナラズ over there hiding behind. 怪獣と結晶はどんな感じだ。Was it Ampil? まあ、二人ともせっかちなんだから。Yeah, she's hiding. 怪獣は推測通り、転移で大きく動いたとは静止。結晶は、なかなか面白い反応をしてるね。怪獣と結晶が、まるで呼応するように光を発しているな。ふむ、これも石板と同じ現象か。謎は深まるばかりじゃな。よく見ると星の一つが輝いてるような。でも光が弱くてわからないな。一応事態はいい方向へ進んでいると考えていいんでしょうか。見た限りじわじわ前進くらいか。まだやれることがあるようだし、今は黙って任せるさ。要するにライザネーとアンペルが案内するところに行って、
いけすかない神斧をぶっ飛ばせばいいんだよな。お前の単純さはある意味俺たちお供の方の指針だな。そうか。今はまだライザも私も情報を集めている最中だが、近いうちに状況を説明する場は設けよう。できるだけ優しく頼むぜ。俺やディアンにも分かるくらいにさ。それは逆に難しいのでは。師匠の腕の見せ所だな。私もみんなに説明できるくらいには自分の中で整理しとかないと。頑張ってライザ。こればかりはお手伝いできませんからね。おや、いらしたようですよカラさん。心の分かってるのにどうして毎回。カラ様、参りましょうか。すみません、どうしても気になるので先にフィーの様子を見に行っても。もちろん、せっかく来たなら会いに行こう。ありがとうございます。Right. Let's go meet up with Fee. 何してるんだろうな、あの人。これも使えるのか？いいもの、手に入るかな？Nope.Let me find more trees. とりあえず集めておくか。ライザなら有効活用してくれるよね。何やってんのよ。もっと気をつけて飛ばないと。あ、オースティン、キロは having a private conversation。 ありゃ、キロさん、お邪魔だったかな。君が私を邪魔することはないと思う。別にやましいことなどしていない。これまでに分かった竜の風跡や門の説明をしていただけだ。聖地に据えられたものとは正反対。あれは出口として、入り口として無理やりそこにつなぎ止められている不自然な力の塊だった。そうだね、それが門って仕組みの本質かも。私たち若い世代は戦いが長かったせいで知識に欠落が多い。自然門も噂程度にしか知らなかった。正直想像を絶するとしか言いようがない。お互い小さなことにこだわっていたのかもしれない。それでも今はまだ気軽に触れ合うのは危険だ。二つの世界が率直にやり取りできる隣となるにはもっと時間が。俺やライザたち、もしかするとキロの寿命を費やすほどの時間が必要かもしれない。でもそう願って一歩ずつ踏み出すことが大事。私も枯れ果てた聖地でずっとそうして君たちに出会えた。ほんの少しだけど同胞も聖地に戻ってきた。必要なのは一歩一歩の積み重ねと
踏み出すための勇気。もう少し同胞が増えれば聖地の守りも任せられる。そうしたらいつかの約束とは逆に、私の方からこの風跡をたどって君たちに会いに行くのもいいかもしれない。え、約束って？ うるさい、真面目な話だ。おい、あ、It's face is red。 キロ、いつか俺の故郷で父さんに会ってくれ。そうすればもう父さんも何も言わないはずだ。んー、モリッツさんに。え？え？君の父上に？キロ、これが俺の誓いだ。何よりも大事なものをキロに預ける。ボス、自分が何言ってるか。真面目な話だと言っただろう。アンペルさんたちの話も聞いている。綺麗事じゃなく、これからどうしていくかを俺はキロと一緒に考えていきたいんだ。わかった、これは受け取っておく。わお、これは一体どうすれば。わおい、ライザー、研究の方はどうなんだ。え、ああ順調だよ。もうすぐ何か成果が出るかも。なら一度アトリエに戻って話を聞かせてくれないか。いいけど、照れ隠しかな。 Well, to be real, とりゃー、 I did not see that coming。 集めちゃいましょうね。 And that's gonna be the thumbnail。The thumbnail where Boss hands over something precious to Hilo, that's gonna be the thumbnail. Like, holy. どんな素材も無駄にならないからね。 I did not expect Boss to have a crush on Hilo.この海図についてずっと調べてたんだけど、整理してみて分かったことがあるんだ。やっぱりこの星の一つ一つが門の場所を示してるのは間違いない。そしてこれは万象の大天に至る道しるべとなる道具。つまりこの無数にある星々のどこかに万象の大天につながるものがあるんだろう。このちっこい玉のさらに小さい星のどれか見つかるのか。そんなの。そうなんだよね、そこが困りもので。なるほど、そこで手が止まっているという状況なんですね。And after a very lengthy discussion、なんか光が弱いんだよな。もっとガッと光ってくれれば分かりやすいのにな。うん、そうだね。そうか、もっと光らせれば、もしかして。インドン、ありがとうディアン。もしかしたらいけるかも。また俺か。今度は何をひらめいたんだ。これだよ。これは例の金属で補強した結晶か。そう、私の調べだとこの結晶は、どうもこの結晶が無理やり石板の力を引き出しちゃうみたいなんだ。転移の力に反応してそれを増幅するもの。サルドニカの錬金術師もきっとこの研究をしてたんだ。なるほど、話が見えてきました。これを海図と組み合わせれば、もしかしたら光も強められるかもしれないということか。試してみよう。
Celestial globe of another sky. これも再利用よね。Okay. Let me get rid of this eye. What? See? Okay, that's it. That's way too many eye shares. Way too many eye shares in my inventory already. That's way too many eye shares in my inventory. Gotta get rid of all of them. Screw it, I just get rid of all of them. Screw it. Way too many ashes. これなら十分ね。All your necks.249, okay, get rid of them. I'm getting rid of all of them. Screw it. And I'm gonna get more envy. Realize that's a big ass ball.最終確認しておこう。よし、行け。これなら十分ね。Fine, I get rid of all the tough locks as well. 最終確認しておこう。よし、行け。うん、できた。どう強くしよう。ルブピストル、OK。必要なのは。
たくさん作っとこうかな。よし、行け。うん、バッチリ。必要なのは、そうする。おさえ前。どのくらい作ろうかな。よし、行け。完璧、完璧。必要なのは、ベスティオ、どのくらい作ろうかな。よし、行け。うん、バッチリ。必要なのは、たくさん作っとこうかな。よし、行け。うん、バッチリ。必要なのは、どのくらい作ろうかな。よし、行け。うん、バッチリ。必要なのは、I duplicate keys。The answer is no. I cannot duplicate keys. I cannot duplicate keys.これも再利用よね。どれにしようかな。出番ね。鍵の力期待してるよ。入れる場所は、どこに入れよう。材料は、入れる場所は、材料は、入れる場所は、どこに入れよう。どこに入れよう。こんな感じかな。よし、行け。うん、完成。どれにしようかな。どう強くしよう。Wait.I can review the key, but I can't duplicate. What sorcery is this? どこに入れよう。材料は、どこに入れよう。何入れようかな。
材料は考えすぎかな。何入れようかな。I have to make another source. 考えすぎかな。入れる場所は、材料は、入れる場所は Wow. That was a seemingly so.Yes. 何作ろうかな。入れる場所はどれにしようかな。Oh my aunt, sweetie.何作ろうかな。どこに入れよう。何入れようかな。考えすぎかな。Well, I'll just focus on making the celestial boop. どこに入れよう。材料は何入れようかな。入れる場所は
入れる場所、何入れようかな。入れる場所、こんな感じかな。よし、行け。できた。Let's see blue pot.これはかなりの自信作だよ。ほう、海図に何やらくっついとるの。うまく組み合わせないと力がちゃんと伝わらなくて調整が大変だったんだよ。ほら見て、この光。お、The voice。あと一歩のところまで来てるよ、きっと。ねえアンペルさん、そろそろ僕らにも分かる言葉で今どんな状況なのか教えてくれないかな。そうだな、そろそろいい頃合いか。分かった、現状を整理しつつ説明しよう。待ってました。まず前提からだが、空間島を守る、これが我々の目標で、そのために必要なことは、突然出現した科学軍島をどこか遠くに移動させるか、出てきた時みたいに消しちゃうことだね。ああ、そうするにはあの島を操る装置を見つける必要があったんだが、中核と思われた宮殿は空だった。遺跡の作りとしても、あの宮殿以外にはその手の装置が備えられてるような施設が見当たらないんだ。そこであの宮殿内にあった無念の痕跡から、あの島は入り口か起点でしかないのではと考えた。今もしきりに大天のうちにいたれって聞こえてくる。やっぱり何かあるのは確実なんだよね。異物から見て、挫折者たちも同じく石室から門を開くことで大天に至れると考えたようだ。そこでエミルさんや他の錬金術師たちは龍脈による転移を研究していたんですね。なあ、だがその方法では世界の壁を越えることができない。あいつの手法は失敗だったんだ。でも私たちにはオーレン族、カラさんとの友好の証がある。今作ったこれの中心の方を見て。他の星に紛れて見えづらいけど、大きな輝きが一つあるでしょ。まさかこれが。うん、私を呼ぶ神代の民の根拠地、英知の神殿を名乗る城塞都市、万象の大天だよ。ってことは、あとは乗り込んでやっつけてライザを解放させりゃ一番の目標は達成じゃねえか。ありがとう。でも話ではなんとなく流してたけど、実は肝心な問題が一つ全然解決してないんだ。それは、他の挫折した錬金術師たちと同じ、世界の壁を越える方法だ。なるほど、奴らが絶対優位を保つための技術だ。おいそれと触れさせはしないわけか。でもそれは変だよ。向こうから招いてるのに、その手がかりらしい情報もないの。うん、軍刀を調べても手に入ったのは遠くに伝える力だけ。世界の壁を越えられないから、位置が分かっても伝える力が強くても意味がないんだよ。ふむ、現状はまさかの手詰まりじゃったわけか。アンペル、打開策らしき心当たりもないのか。悔しいがない。まるで明かす気がないほど
世界の壁を越える技術だけが綺麗に抜け落ちている。こうなればまた行ってみますか。心底嫌だけど、こっちが何か積み上げるたびに発見がある場所だからね。まさかライザ、ベイトカークアイル、カートルント、全ての始まりの場所に行こう。群島の一番奥、あの扉まで行こう。何か分かることがあるとすれば、あそこしかないだろうな。どこか行くのか？こんなところに行くのか？お前らといるといろんなことがあるからな。島が現れたくらいじゃもう驚かん。あの魔物か？Those dudes are not worth fighting.焦らず行きましょう。Not worth it. Let's just focus on the main objective. Hey, back in here.いろんな罠や仕掛けを見てきたけどよ、やっぱりこの石室はおかしいぜ。作りが雑すぎる。確かにな、外観との異常な格差からしても何かしら意図があると考えるべきなんだが。錬金術師2人、さまざまなものを見て回り、積み上げてなおその世界の壁を越える力の解明には足りぬのか。足りないよ。だいたい世界の壁を越えるなんて一生かけて実現できるかも怪しい。超のつく技術でしょ。誘いをかけた錬金術師全員にそこまで無謀な研究を促すとは思え。必ず奴らの模範解答があるはずだ。腕に覚えのある錬金術師たちが引っかかるような、でも用意された材料でたどり着けるような何かのはず。大半はこの宮殿内に疑似的な門を開くことでせめて手がかりでも得ようとしたようだが。かように無残なありさまか。やはり地表部分に仕掛けらしきものはないな。この島は綺麗すぎる。そうそう、本当に綺麗に作られすぎてて、余計な仕掛けを作るだけの可愛げが見当たらないんだよ。そんなものなのかな。私は少しわかりますけど、だからといってお役には立てないのが口惜しいですね。役に立つまで鍛えるしかないぞ。そうですね、もっともっと頑張らないと。まったく、立派な外見に硬い扉を備え付けて中身がこれとか、よっぽど根性がひねくれてんだろうね。それは現物を知るわらわが保証するぞ。まあ他でやってた悪さと比べたら、こんな開けてびっくりないたずら程度。ウイザー、どうかしたの？例の声か？大丈夫、少し考えてるとこ。そうそうだよ、私は開けたらこの部屋だったから驚いたんだ。そう感じさせたものは一体何？私は何を見て感じてそんな期待を持った？
最初の最初はどこで何をしてた？私は最初にここで。そうだ、鍵を作って。いや違う、鍵を作らされたんだ。ライザ、大丈夫？声の影響は？うん、なんともないよ。それよりアンペルさん、リラさん、あいつらが何をさせたいかは分かったよ。本当か？キー、やっぱり私たちが作るべきは鍵で、開くべきは扉なんだ。鍵か。今度はどこの扉を開けると言うんだ？私たちが入ってきたあの扉だよ。え？でも、ほう、これはまた面白いことを言うの。俺は正直ライザ姉の考えの半分も分かってないが、でもライザ姉を信じてここまでついてきた。それで悪いことが起こったことはない。良き錬金術師だもんな、ディアン。じゃあな、最後まで共に行くのみよ。みんなもありがとう。アトリエに戻って最後の鍵を作ろう。開いている扉を開くか。ライザの考えることはわからないな。ライザさんの考えることはいつも想像を超えてきます。ああ、信じついていくのみだな。アトリエで最後の鍵を作るって言ってたね。戻ろうか。Let's begin, go.鍵を作るのに必要な道具は2つ。まずは3つの怒りから得た力で完成させた遠くに伝える力を備えた道具。エミルが残した情報から生み出した石板だな。そして力を伝える場所を特定するため、板章の回転の位置を指し示す道具、サルドニカとフォーレに転移した時みたいに石板から鍵に力を集める。それから新たに作り出したこの天球儀から板章の回転の位置情報を手に入れる。2つの力を合わせることで板章の回転にたどり着く扉を開くための鍵を作るの。でもこの天球儀がどんな反応を示すかはわからない。神代の民が生み出したものだから。大丈夫、私たちがついてるからね。うん、信じてる。それじゃあ始めるね。はい、Let's begin go。負けるなよ。ここはどこ？星が見える。うん、違う、あれは門だ。あんなにあちこちたくさんの世界に。広いんだろう。どこにでも行ける。みんなつながってる。
あれは何だろう。せっかく広いここにポツンと寂しく浮かんでる。そうか、ここにあったんだ万象の大典。ライザ、起きろ。目を覚ませ。待て、アンペル。戻ってきている。ライザ、私たちがわかるか。アイス。オッケー、back to normal。これも大冒険っていうのかな。お前というやつは。だが間違いない、ライザだな。There is the key.成功したみたいだね。Achievement obtained. The key of truth obtained. Created. 体はもう平気なの？うん、全然大丈夫だよ。Right. What's next? さあ、出かけよう。ずっと昔から、あいつらはいろんなものを奪ってきた。オーリムから豊かさを、オーレン族から平和を、ヴィルフサから自由を、ネメドから技術を、フィーから仲間を、錬金術師から生涯を、今も奪うための手を私に伸ばしてる。この強い後ろからすがりついてくる力を振り払おう。本当に立ち向かうべきこれからのために、私たちが前を向いて歩いていくためにみんなついてきてくれる？うん、行くよ。つか今さら聞くなよ。友達がいのねえやつだな。万象の大典には個人的に興味もあるからね。タオさんもライザさんもみんな守ってみせます。今度は残らなくてもいいんだろう。なら行くさ。当然この旅の最後まで同行させてもらいますよ。ライザ姉のためにやるぜ。任しとけって。急敵に迫る好機をわらわが逃すわけもなかろう。お前のために行こう、良き錬金術師ライザリン・シュタウト。号令を。行こう、万象の大典に。そして全部終わりにしよう。Right. Seems like we're in the end game. 不思議ですね。終わりにするか。ここまで来たんだ。最後まで見届けるぜ。うん、
ありがとう。さあ行こう、宮殿へ。 Right. End game time. ここでよろしいんですか？万象の大典に関係のある島か。興味深い場所。発見。よっ、集めておこう。油断はできんぞ。ライザさんの耳。期待してます。いつでも待って。一緒に戦おう。終わらせる。わかりました。ライザ君、今なら鍵を作れるんじゃないですか。フェイス2。当てるよ。まだいける。今だ。まだまだだぞ。私の戦略だよ。僕も。決めます。任せて。当たり強さ。任せる。炎はこっちの。まだまだ。その力を。ただの蹴りではないぞ。私の力使ってください。今なら鍵を作れるんじゃないですか。まだいける。フェデリーカ、ライザさん、お願いします。よろしくお願いします。まだまだだぞ。せーの、終わらせる。よし、一匹やっつけた。当てるよ。すっげー、さすがライザね。よいしょ、終わらせる。よし、一匹やっつけた。もう一度。いいぞライザ、お願いします。わかりました。ライザさん、今なら鍵を作れるんじゃないですか。見えた。まだいける。決めます。見える。遅い。みんなお疲れ様。なんだ、歯ごたえないな。行きますか。結局ここ宮殿から門を開けるのは他の錬金術師も散々試みてきたんだよね。鍵を作ったことで世界の壁を越える力とやらは手に入ったのか。ううん、ないよ。アンペルさんも言ってたけど、本当にその世界の壁を越える技術だけがどこにもない。猜疑心の強い連中ゆえに自分たちの優位の根源を簡単には明かさないということだったな。その話が正解を説明するのに分かりやすいかな。疑り深くて偉そうだったか。それがどう正解になるんだ。つまりあいつらは最初から世界の壁を越える技術を錬金術師に伝える気なんかなかったってこと。は？いや、だって世界の壁を越える技術を少しでも伝えれば、成功しても失敗しても世間に漏れるかもしれない。そんな危険をあいつらは絶対に犯さない。だって自分の優位を維持するために他人の知識を奪うのがあいつらの目的なんだから。なるほど、確かにうなずける話じゃ。でもそうなるとやはり錬金術師たちは万象の大典にたどり着けないのでは。もしや伝える気がないものを探す以外の全く別の正解があるということか。そう、その通り。私も含め万象の大典に誘われた錬金術師たちは技術を再現してたどり着けって課題だと思い込んでた。でも実際はそうじゃなかった。正解はあいつらが用意してたものを使うだったんだよ。最初からずっと言ってた、そうさせる作為こそが彼らの原則だったんだ。考えたくはないけど
むしろその駅まで近づけそうな錬金術師にこそ無理難題をふっかけてその生涯を。私たちが見て感じたものが全部答えだった。ずっと考えてはいたんだ。あの石室に何の意味があるんだろうって。きっと石室の奥には晩鐘の大典につながる何かがあるはずって。でも違った。そもそもあの空間を調べてたのが間違いだったんだ。何かあるのはあの石室じゃない、この扉自体なんだよ。扉自体、まさかこれってただの扉じゃなくて。そうか、これ自体が晩鐘の大典につながるもん。なんてこった。それじゃ答えはずっと俺たちの目の前にあったってのか。うん。そしてこの鍵があれば本当の扉を開くことができる。招かれるにふさわしい錬金術師から伝わった力であいつらが招く。これが用意された正解。ようやくたどり着いた。Yep. We're in the end game now. Whoa.Entirely a different universe. とうとう帰宅。間違いない。異空に取り逃したキャツラの城塞都市。晩鐘の大典じゃ。カラさん、押さえてくれよ。なんせここはあいつらの本拠地なんだからな。入り口付近には何者の影もないか。空剣島を守るって言って旅を始めて、思えば随分と遠くまで来たもんだぜ。それに今は空剣島を守るだけじゃない。過去から今に続く悪しき因果を断ち切り終わらせる。より良き未来を目指してな。遺跡じゃなく神話時代から活動し続けてる都市だなんて、頭が理解を拒絶しそうだよ。すごい眺め。一体ここはどういう世界なんですか。むちゃくちゃな話だけど、ここはどこでもないんだよ。世界をつなぐ異空の中とでも言うのかな。どこにでも即座に手を出せるようにか。どこからも攻められないようにかもしれないな。確かに異空での座標が割れなければ誰も絶対にたどり着けない場所ではあるな。本当に疑り深くて偉そうなんだな。それにしても静かですね。神代の民が迎えに現れるものと警戒していたのですが。いきなり軍隊に取り囲まれたりしないのは助かるけど、どういうことだろう。ライザ、どうする。向こうが出てこなきゃ話にならないからね。
まずは進んで反応を待とう。悠長じゃのう。もろ手を挙げて歓迎されなかった時点でもう魂胆は知れた。戦闘開始と考えてよかろうに。おからいずからが怖い。我々には計り知れないものを抱いているんだろう。とにかく戦闘開始と考えることには賛成だ。だな。備えて進むに越したことはねえ。相手が相手だからね。まさかとは思うけど、有効的な可能性もあるから、その意味でも慎重に行こう。ありえんと思うんじゃがな。こんな場所もあるなんてな。いいもの手に入るかな。あ、発見。分かっていたことだが、敵地のど真ん中だ。どんな歓迎を受けるか分からない。集中を切らすなよ。いよいよじゃな。Whoa. What the hell? どうなってんだ。戦闘になっちまったのに誰も出てこねえぞ。神代のってのは疑り深くて偉そうだけじゃなく臆病でもあるのか。わからんな。戦闘を下僕に任せて高みの見物でもしているのかもしれん。随分と多尺になったものじゃの。昔のキャツラは少なくとも戦いを他人任せにはせなんだぞ。タオ、何か分かることはない？そうだね、生活跡が全くないから。居住区画じゃなく、それこそ招いた錬金術師をもてなす場所なのかも。だとすると悪趣味の極みだな。そのもてなすが戦いってんなら受けて立てばいい。それがライザネーの言う反応につながるだろう。乱暴な話ですが、今回はディアンの意見が正しいのではないかと私も思います。うん、試すにしても意図を感じられんが、その真意を探る上でもしばらく当たってみるか。つまりは手当たり次第に片付けろってことだな。本当に乱暴ですね。区画のせいならいいんだけど、活気が一切なくて人が住んでるようには見えない場所だね。大きさはともかく人の姿がないから、カラさんの言う都市には見えないかな。当時は大きさに見合うだけの人間が暮らしておったぞ。最後に乗り込んだわらわが言うんじゃから間違いない。乗り込んだ？キャツラめ、慌てて住人ごと一区画を切り離して逃げおってな。まったく無法な連中よ。どっちが無法？いや、まあいいか。とにかく気をつけていこう。おう。Let's keep going. Let's keep exploring this area. 全てが始まる。こいつらの余裕ね。久しぶりに行くぞ、レイザー。これで追いつけない。怖いものなしよ。冷たいのも。
追加だ。もう一度。これはお化けよ。止められる。止め。スナイパーだ。今だ。今だ。行けそう。もう一度。たまね。やったね。ライザ。お願いします。全力だよ。わかりました。ライザ期待しているぞ。力を。みんな、お疲れ様。錬金術をめぐる因果の震源地。そういうことか。この目で見届けないとね。とりゃあ油断はできんぞ。フェデリカ、それ敵の動きに注意しろ。イラちゃんの剣を私も戦います。見えた。まだまだまだいけない。そこだ。見える。どうして冷たいのに。いいから笑ってないさ。私に任せて。あらら、楽勝だったわ。 NEXT。 さあ次に行くぞ。そこ、そこ、そこ、こいつらなら余裕ね。クラウディア、一緒にやっつけよう。そうだ、行こう。最後の終わらせる。最後の一発。やってみよう。もう一度攻撃。捕らえてきた。まだまだだぞ。まだ近いさ。お宅で任せて。もう一度任せろ、ライザ。今なら鍵が作れるかも。ライザ、助かった。そりゃただの蹴りではないぞ。私の力、使ってください。タビよ、遅い。はっ、見つめる。強力な攻撃を全員守りを固めろ。見えた。今の鍵が作れるかも。わかりました。ライザさん、発動します。敵隙だらけです。ナイス。一気に畳みかけましょう。おお、良い動きじゃな、パトリツヤ。鍵の力よ、我が剣に宿れ。見えた。使えなくてますぎよ。まだ逃げちゃん。一体倒したよ。クラディア、いい感じだ。これで、ここまでが一緒なら当然のことだ。みんな無事でよかった。慌てなければ大丈夫だよ。我々で決着。パトリツヤ、ちょっと次ださ。一緒に戦います。引き上げ。それそれ、もう一度。どうした？お願いパティ。あの、終わらせる。鍵を任せて、パトリツヤさん。まだいける。任せろ、パトリツヤ。隙だらけよ。当てられる。炎抜け。殲滅するまで気を抜くなよ。任せて、パトリツヤさん。今使うべきものは。そりゃレントが尊敬するわけだ。発動します。突き上げます。風の力を最大限に。ただの蹴りではないぞ。剣、みんなに力を与えて。あの、今なら鍵を作れるんじゃないか。もう一度。中心が空いてる。決めます。炎抜け、見せてあげる。見えた。逃がさん、キラー。まだまだだ。いける。どれだ。やべ、みんな気をつけろ。とんでもねえ攻撃が来るぞ。キラー、そこだ。まだいける。どうせ走り。とどめ。君先もこっちの倒しました。パトリツヤは一人目の戦士。この一年剣士だ。ここなら通る。せい、そこよ。決めさせてもらう。精神が空いてる。これなら決めます。見えた。もう一気に。いける。そこだ。当たって。そこ、終わって。決めさせてもらう。切り裂きます。まあ、の中よ。頼んだよ。パトリツヤ、ついて期待してるぞ。ライザさん、お願いします。みんな気をつけて。See what does this do.
慌てなければ大丈夫だよ。リラさんと一緒なら怖いものなしよ。無日の久しぶりに行くぞ。ライザー浮かすよ。まだいける。連続攻撃全力だよ。終わらせられないぞ。お願い。これは冷たいよ。そのめそこらへん。ただの蹴りではないぞ。守りが解けたよ。どれにしようかな。集中攻撃で行くぞ。お、さすがリラさん、かっこいい。どれにしようかな。見せてあげる、鍵の力を。今の鍵が作れるかも。無一なら、とどめ。強い一撃。当てるよ。飛べ。無一なら、一匹やっつけた。くらえ。すっげえ。さすがライザネ。くらえ。まだいける。当たれ。強い一撃。飛べ。思いっきり。一体倒したよ。みんなお疲れ様。ま、この程度余裕よ。そこ。届いて。そこ。Whoa, that's a lot of. それ。慌てなければ大丈夫だよ。ハテ、一緒に戦おう。もう一度。一緒に戦おう。戦力上げるか。最後の一発。走り合い。もう一度。まだまだだ。こいつらなら余裕ね。リラさんと一緒なら怖いものなしだわ。ライザー久しぶりに行くぞ。ライザー見えた。無一なら連続攻撃。また私の行きだ。これはつらいぞ。私に任せて。これはおっきい。もう一度任せろ。ライザー今なら捕らえた。今ならまだまだだぞ。作れるかも。わかりました。ライザー任せろ。タトリチア一体倒したよ。そこよ。あれ、サクラリアだ。終わりです。止めだ。剣に炎を。剣に炎を消えなさい。無一なら早く動くのをかしらぬく。終わらせ。全員警戒せよ。ついて切れた。オッケー。問題はありませんでしたね。それ集めておこう。フリャー。それやったぬ。いや、希少な素材は集めておく。慌てなければ大丈夫だよ。久しぶりに行くぞ。てるよ。ライザー、それは一度リラさんと私の戦略で終わらせない。逃げなさい。もう一度私の戦略。遅い。今のお金を作りましょう。ライザー様だよ。みんなお疲れ様。とりあえず集めておくか。ライザなら有効活用してくれるよね。慌てなければ大丈夫だよ。ウェイ、メグ、エスキューズ。一緒にやっつけよう。まだいける。行こう。もらえてあげるよ。終わらせる。めちゃくちゃ。そこだ。スキアリ。まだまだまだ。終わらせる。やべ、みんな気をつけろ。とんでもねえ攻撃。わかりました。ライザ任せろ。パトリチアの力を最大限に。燃えるがいい。私の力使ってください。
今なら鍵を作れるんじゃないか。作ろう。決めます。終わらせる。剣が炎。みんな気をつけて。強い攻撃が来そうだ。ライザさん、お願いします。今ならまだまだ作れるかも。終わらせる。ライザ、私に任せて。そこだ。まだまだだぞ。私たちの勝ちだね。問題ない。アッティン。油断はできんぞ。フェデリーカ、一緒に行くよ。もう一度。お願いします。ライザさん、ライザさん、キック。見えた。一匹やっつけた。ライザ、やったね。ライザ、まだまだだぞ。まだいける。お願いします。わかりました。ライザさん、わかった。風の力をパトリッチ最大限に。あの、今なら鍵を作れるんじゃないでしょ。まだまだだぞ。自信が空いてる。終わらせる。私の戦力だよ。炎。あいつやばい。みんな気をつけろ。まだまだだぞ。ライザさん、お願いします。今の鍵が作れるかも。燃えるがいい。剣、みんなに力を与えて。そこだ。まだいける。いけー。見える。終わるよ。私たちの勝ちだね。皆さん、注意してください。問題ありませんね。油断はできんぞ。クラウディアさん、前衛は任せてください。もう一度。やれるか。やれるか。二人とも二つ始めよう。一匹やっつけた。もう一度。そこだ。当てられる。成長したな、ライザ。お願いします。ダメだ、ライザ。わかりました。ライザ、頼んだよ。期待しているぞ。あの、今なら鍵を作れるんじゃないですか。どうして。まだいけない。ライザさん、炎を受け、見せてあげるわ。ヤニを蹴る。まだいけない。みんな、お疲れ様。油断はできんぞ。リラさん、一緒に戦います。我々で決めます。あげるよ。抜かすよ。この道なら連続攻撃。終わってきだ。よし、来ました。リラさん、フェデリックだったね。リラさん、おめでる。任せろ、フェデリック。決めますよ。まだまだだぞ。もっとよく見たいですか。この道なら当然のことだ。この調子で行こう。慌てなければ大丈夫だよ。一緒に戦おう。テネリーカ、そりゃー。そこだ。さて、一緒に戦おう。飛べー。道なら私の戦力だ。よし、逃がさん、行けそう。テネリーカさん、任せる。任せる。届いてる。任せなき。それ逃がさん。これもどうだ。まだまだだぞ。最後まで目を見ろ。こちらの敵は倒しました。やったな、フェデリーカ。ただの蹴りではないぞ。私の力使ってください。あれ
だけ弱っていればそこら鍵を作れると思いませんか。ティアナのように見えるでしょ。もっと派手に行きましょう。みんなお疲れ様。おーい。It is literally a one way. Arigato ne. Bouken ga owaru ne. Ah. Ore tachi de owaraseru nda. Itsu nani ga detekite mo ii youni.最後まで集中力は切らさないようにしよう。おお。ほら、there are certain areas I haven't explored yet, though.私は皆のような大義はない。それでも超えなければならないということはわかる。みんなが同じ方向を向けるなら私はそれでいいと思います。俺もだ。よし行こうぜ。道が断ち切られたように途切れているな。危ないからあまり近づくなよ。ん？これは制御装置か。アンペルさん、それは？都市の構造を把握できるかと思ったんだが、どうもそれほど大きな機能はないらしい。じゃあ何の機械なんだ？そうだな。その道でつながっていた区画を丸ごと切り離す装置のようなものか。この先を。では本当に断ち切られた跡だったのか。区画名は何ですか。工房区画だな。それは錬金術で成り立つ都市としてはかなり重要な場所なのでは。多分そうなるね。特にここの人たちは技術を重要視してたはずなのに、切り離したってどういうことだろう。いくらなんでも全部切り離してはいないと思うが、それにしたって奇妙だな。奇妙も奇妙、大奇妙じゃよ。なぜキャツラは昔のように稲妻を携えて現れぬ。光の剣に炎の牙はどうした。まあそれも確かに奇妙ですけど、もっと中心に行かないと会えないんでしょうか。俺は神尾のなんかに会いたくないけどな。会わないと抜本的な解決ができないでしょう。都市の隅々まで探さなければ。都市、これがまるで遺跡のような空気だ。タオさん、どうかしましたか？ああ、いや、なんでもないよ。
誰かがここで生活してたみたいだ。そのようだ。いろんなものが散らかっているが、一体何？ Whoa. What happened here?なんだこりゃ。人が生活した後だとしても、こんな場違いなところで、仮にもこの都市を作った神代の民なんですよね。ここで暮らしてたのはほんの二人ほどかな。僕にはわからない本を燃やして暖を取ってる。本当にわけのわからん連中だ。自分の都市内で遭難でもしたっていうのか。寝床までこんな粗末な。あ、手記かな。これはずいぶん汚れてるな。これはどういう。何かおかしなことでも書いてありましたか。内容よりも高度な錬金術を操ったとは思えない変に乱れた筆跡の過剰書きなんだ。貸してみろ。錬金術師が書いたのなら私の方が読みやすいだろう。確かにこれはひどいな。把握はできたと思うが。怖いこととかひどいことが書いてあったの。俺たちは今さら怖がったりしないぞ。いや、そうではない、そうではないが。アンペル、読んでくれ。わらわからも頼む。少し長くなるぞ。お願い。最初の書き出しは殴り書きだ。みんなチリジリになった。ネスは帰った。ルメルは死んだ。ケトはどこかに行った。私が最後。もう誰もいない。何の話？ここからは概要を話す。いちいち読み上げていては気がめいるだけだからな。わかった。何不自由なく暮らせる場所。どこともつながり、どこへでも行ける。すべての世界の中心。さまざまなビジレイクで飾られた万象の大典の映画は、最初のほんの100年弱しか持たなかった。ちょっと数世代も移り変わると彼らは早速万能に飽きた。彼らは気づいてしまったんだ。何でも当たり前にできることは何もしていないことと同じだと。やがて彼らはどこかへとつながる門を開くための鍵を作り、一人また一人と去っていった。元いた世界に帰る者もあれば、まだ見ぬ新天地を目指す者もあった。いずれの場合も戻る者はいなかった。まさかここに来てから誰も出てこないのは何か理由があったわけじゃなく、誰もいないから。ほんの数百年で英知の神殿に住まう人間はたった一家族を残すのみとなっていた。その家族も先祖の映画にすがって鍵の製造を拒む父母を残して子が去り、この惨めな住処の中でひっそりと消えた。じゃあなんだ、とっくに滅んでたっていうのか。こんだけの門を作った奴らが。もっと先に進もう。ここが今どうなってるかを知るために。
まさか一切人が残ってないなんて。でも僕は少しわかるな。全てを手に入れてしまったらきっと。あ、それで発見なんだ。何の目的もない人生は空虚だよ。私にもよくわかるよ。これも使えるのかよ。さあさあ集めちゃいましょうね。あ、しまう。どんな素材も無駄にならないからね。これより先、招かれし者以外の呪雷を禁ず。これより先、招かれし者以外の呪雷を禁ず。Only those permitted can enter here. ライザネ、どうした？また声が。ここから先は、私以外入るなって。なんだとは。ふざけたことを言う機会だ。神代の民があのざまだったのは分かったけど、ライザをここに誘ったやつはいるはずだよな。どうかな。俺たちはオーリムの狂気の暗屈であの機械付きを見ているだろう。晩鐘の大典もそうだって言うの？だとしたら今までここに誘われた錬金術師たちは。私はここにいる全員と進む。邪魔しないで。言うことを聞いてくれたわけはないですよね。わけはなかろうな。そら来たぞ。Now what?You better not tell me that this is a boss fight. ライザだけを戦わせたりはしねえ。うん。私たちが進む道は私たちみんなで切り開こう。ああ。邪魔するならぶっ倒せ。Yeah, it's a boss fight. Yeah, it's a boss fight.ファイナルスパイス。ただの蹴りではないぞ。私の力使ってください。あの、今なら鍵を作れるんじゃないですか。パトリツィア、よくやった。ライザさん、お願いします。見えた。私が行くよ、パティ。行きな。まだまだまだだぞ。行くけ。もっとあげるよ。そこ、昔はもう一度。当てられる。連続攻撃。突撃だ。よし、気合い。当てるよ。よし、もう一度。いけそう。やったね、ライザ。始めるよ。新しい鍵を。よし、できた。Oh, it's a sentry guard.オリア。
キラリン。それそれそれ。ドラフト。このメッキ21秒。めっちゃ強い。ドライバー。見たくないんだから。それ。見えた。私の力使ってください。クルメキ。いや、クルメキ。どれにしようかな。大盤振る舞いよ。ライズ、助かった。これでどう。ただの蹴りではないぞ。それ、見えて。せーの、もう一度。これが最大限。まだまだだ。ここはお前を決めさせてもらう。今ならいけそうだ。成長したな、ライザ。I'll end this with a fatal drive. これで決める。それ突撃だ。それそれそれ。お次はこれでいけ。よし、今だ。そりゃ力を一つに。フォトクエーサー。これでおしまい。誰が機械なんかに。I don't think that's the final boss. I don't think that's the final boss. パティ、大丈夫？大丈夫です。ちょっと疲れただけで。あれ？ん？どうかした？いえ、壁に文字が。昔の文字じゃない。私にも読めます。ちょっと待った。ボス、代わりに読んでくれないかな。今からそんな過保護でいいのか。私だって冒険の仲間です。今さら仲間外れを。気遣ってくれてるんだよ。それで内容は？最近の文字なんだよね。こいつはここで仲間を皆殺しにされ、自分だけ通された錬金術師が書いたものだ。そう。不要なものはここで排除して中核に通すわけか。念入りなことだ。ふん、キャツラらしいやり口。招かれた興奮から覚め、命ぜられるまま中核まで歩かされることの絶望といった内容だな。そんな、ひどすぎる。優れた錬金術師だけを招いて一体どうするって言うんです。俺たちは違うだろ。あいつはぶっ飛ばしたし、仲間も全員生きてる。そうだな。このまま誰一人欠けることなく戦い抜く。お前にもその手伝いをしてもらうぞ。いいな。はい。ミラさんは厳しくて優しいね。そうだな。さあ、こっから中核だ。気を引き締めていこうぜ。私にはわかる。確実に近づいてるよ。旧敵との対面もすぐそこまで迫っておるということじゃな。ああ、だが焦らずにな。分かっておるよ。Sorry, but I need to head back to base. Because... Let me head back to base first, because I'm calling it for today. And as a matter of fact, there are stuff that I need to prepare as a matter of fact, so... Calling it for the day. それもここで終わらせる。そしてみんなが前を向くんだ。
Alright, this is it. Final boss!